どうも、ドズルです。今日はドズ2の方のタウンホール7チャンプへの道、パート11ですかね、お送りしていきたいと思います。なんと前回の動画からね、かなりトロフィーが上がりました。2988ということでね、今日はなんと3000にチャレンジしていこうと思います。この動画ね、3000、ついにもう大台ですね。チャンプ1へ行こうと思います。もうね、昨日からもずっとトロフィー上げをしてて、やっとここまで来ました。でね、2900以上になってから本当にね、もうトロフィーが全然上がらないんですけれども、たまに出る大トロで、コツコツ上げるといった感じでしょうか。今日はね、3000、もう3000ですよ。本当にもうね、3000行きたいと思います。もう早速行きましょうかね。さっきまでね、ずっとなんていうのかな、クラン対戦を今2回攻めてきました。で、ブーストがまだ残っているので、そのままね、攻めていこうと思います。最近の成績なんですけれども、アロー型はね、もうマスターの今2位なんですけれども、3000付近では、ちょっとね、使えないって言ったら、あれなんですけど、勝利することはまず稀になりましたね。で、ですね、ただやっぱ星1つで押さえてくれることが多々あるんで、そのアロー型を攻め慣れてない人が、失敗してね、星1ってことはよくあるんで、まあ、アロー型にするだけでもね、結構違うんじゃないかなと思います。タウンホール8のアロー型は結構防衛もできるみたいなんで、タウンホール7の人もね、まあ、アロー型はなかなかいいんじゃないでしょうかね。トラップ代がやっぱ高いっていうのはあるんですけど、まあ、トロフィーをどんどん上げたいって人はアロー型おすすめです。ということでね、早速検索していきましょう。毎回恒例のリベンジやりますかね。結構雲チャット長いな。あ、雲チャットじゃない。雲検索長いな。一回一回のね、検索の長さも長くなりましたし、あ、長すぎだろ、ちょっと。ちょっと長すぎません？来ませんね。あとやっぱりね、トロフィーが、全開してもね、3とか、1とか、まあ、そんな感じばっかなんで、なかなかね、トロフィー上げづらくはなりましたね。攻撃履歴、ちょっと見ましょうか、攻撃履歴。リベンジいい感じのとかなさそうですね。あんま下まで行っちゃうと、起きた。トロフィーゼロですよね。あんま下まで行っちゃうとね、トロフィー大トロは出ないんで、攻撃ログはね、もう本当に、見てください、この、つつましやかな、この努力。1111111612633。この33やばかったですね、本当に。トロフィーが、タウンホール8相手で50だったんですよ。もうね、この前3時間検索して、これが出るまでに3時間検索して、全然収穫なくて、もう死にそうな顔してたんですけど、50のトロフィーが出た瞬間、もう発狂しましたね、本当に。ふわっつって。まあまあ、それはいいとして、まあね、こんな感じで、トロフィー全然、大トロが出ない限りはね、1ずつしか上がらないんで、この動画で3000いくってなるとね、かなり、まあ、長時間の勝負になるかもしれません。ただ、この動画で必ず私はね、3000に到達したいと思います。もう3000まで行ったらね、チャンプ目の前って感じしません？なんか3200のチャンプまで、あと200って感じでね、もうここからは一気に勝負を決めたいです。一回シールドを破ったらね、もう次、シールド落としたら天だな。一回シールド破ったら、攻撃されるのがね、やっぱマイナスがでかいんで、ある程度長時間、ログインっていうか、ある程度長時間ね、トロフィー上げはしないといけないんで、シールド破るのもちょっと、勇気がいりますね。はい。勇気がいるんですけれども、もうこの動画でね、3000いきゃいいんで、3000いきます。あと200。まあ、噂によると、3100から3200が、もう地獄らしいです。私も経験あるんですけれども、やっぱりあそこの3100から3200はね、もう特にトロフィーを上げたがってる人がたくさんいるわけですよね、本当に。なんで、その、多分、落ちると、シールドなしで落ちるとすぐ全開されるし、かといって、美味しいトロフィーがあるってわけでもないんで、多分3100から3200は地獄になるんじゃないかと予想しつつ、まあ、まずはね、3000を目標に頑張っていきたいと思います。あと、ブーストが多分30分ちょっとあるんで、この30分ちょっとでね、なんとか12トロフィーゲットできればいいなと思ってるんですけど、まあ、追加の、ブーストも全然ありですね。ちょっともうこの動画で絶対僕はね、3000行きたいんで、
勢いが大事ですよね。動画の時って結構ね、苦痛じゃないんですよね。なんでかっていうと、こう喋りながらね、動画撮って喋りながらこうトロ上げしてるんで、もういつも一人でもう黙々とこの雲を見ながらね、一人でやってるよりは全然いいです。楽しいです。トロ上げはやっぱね、自分を鍛えるもう修行みたいなもんですね、私にとって。もう本当に大トロが出るまでひたすら辛抱して、で大トロが出たら確実に仕留めるっていう、これが大事なんですよね。失敗するとかなりでかいんで、攻撃を失敗することはね、絶対あってはならないことなんですよね。なんで、まあね、大トロが出たら仕留める、これを目標に頑張っていきたいと思います。もう最近タウンホール9でもトロ1ですもんね、相手。タウンホール9、どれぐらいのレベルまでね、攻めるかっていうと、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、もう最近はトロフィーが5ゲットできれば、1回の攻めで、5ゲットできれば全然いきますね。ああ、これ悩む。4か、全開で4。全開で4でちょっと全開できそうないんで、アーチャークイーンとクロスボウがちゃんといるんで、やめときます。まあ、対空砲2つ工事中だったんですけどね。まあ、多分今のは、攻めて星2つで、星2つだと4の時はトロフィー2しかゲットできないんで、まあ、ドラゴンラッシュ全力でかけても今のは2しかゲットできなかったでしょうね。まあ、そんな感じで、こう、どこら辺まで行くかっていう見極めも非常に大事で、まず対空砲が4本ともあって、レベルが、4本とも7だったら、要はこれですね。こんな感じのベース。対空砲が4つあって、対空砲のレベルが7777だったら、まず行かないです。で、対空砲レベル6だったら悩むんですけれども、クロスボウが空を向いてて、アーチャークイーンがいるタウンホール9はね、まず行けないですね。行ったら失敗するんで。まあ、ベースにももちろんよるんですけれども、もう基本としては、対空砲レベル7、7じゃない、対空砲のレベルが6以下で、なおかつアーチャークイーンがいない、もしくは、クロスボウが下を向いているっていうベースを狙って攻めてます。タオル78でね、まずトロフィーが美味しいのがまず出てこないんで、配置の甘いタウンホール9狙いがメインになってきますね、稼ぎ時は。で、タウンホール9のトロフィーもだんだん下がってきたんでね、まずトロフィー30とか出てきませんね。なんで弱いベースで、かつ星がゲットできそうなところっていうのを、まあ何時間も探すっていう作業がね、ひたすら繰り広げられているわけです。ただね、この私がこれをし始めて、この企画をし始めて、結構クラン内でもね、タウンホール7とかの人が、ファンの人もね、もちろんしてくれてるんですけれども、クラン内でも結構そのトロ上げっていうのを一緒にやってくれてる人たちがいて、まあ、その間でね、その意見交換っていうのかな、その普通にここをなんか、こんなの見つけたよみたいなやり取りだったり、だいたいタウンホール9だとどこぐらいのトロフィーだったら行くよねとか行かないよねって話をしながらやってるんで、非常に楽しいですね。今まで、なんていうのかな、やってこなかったコミュニケーションっていうか、トロ上げならではのね、コミュニケーションっていうのができて、非常に面白いです。面白しいですって言おうとした。いやーにしてもやっぱり出てきませんね。まあそう簡単に出てくるものではないっていうのは重々承知なんですけれども、なんかね、動画撮ってる時って大トロが出やすいイメージあるんですよね。あれですかね、やっぱ喋りながらこう出た時にむっちゃテンション上がるから、記憶に残ってるだけかな。なんかね、一人でやってる時よりも動画で撮ってる時の方が美味しいトロフィーが出やすいっていうジンクスがあるんで、もう節目節目の時はね、動画撮ろうと思ってるんですけど、今回はね、もう絶対3000に乗りたいなと思って、まあ、早くもね、1個もベースが攻めれないまま、10分、まだ9分か、9分が経過してしまったんですけれども、まあでもね、このまま1回も見つからないまま30分経過なんてことは、ぶっちゃけザラにありますからね。はい、それぐらいトロ上げはしんどいです。もうね、平日はちょっとね、怖くて、シールドを破れないっていう自分がいますね。1回破っちゃうと、もうトロフィーある程度稼ぐまでね、落ちるのが怖いんで、
まあ、そんな、日々を送っております。トズツーです。いやでも早くね、タウンホール8にしたいですよね。もう何回も言ってるんですけど、タウンホール8が楽しみすぎます。まあ、この前の、群馬さんとのね、コラボイベントですかね。ホッシーさんとかの攻めを見たり、あと他の人のホグラッシュとかもね、見ると、やっぱりね、タウンホール8今ものすごく面白いんですよ。タウンホール7はどうしてもね、ドラゴンラッシュで星3つ取れちゃうんで、タウンホール8はね、今非常に面白いと思います。戦術的にも幅があるし、対策陣とかもね、結構凝ってるベースがあったりして、本当にね、タウンホール8の面白さっていうのが以前よりも増していると思うので、まあ、闇呪文も使えるようになったしね。なんでタウンホール8はね、もう存分に楽しみたいなと思っています。実際タウンホール8でチャンプを目指すってなると、だいぶ違うでしょうね、景色は。難易度はね、変わってくると思います。タウンホール7はね、防衛がまずできないっていうのがかなり痛いのと、あとタウンホール8、なんていうのかな、タウンホール8だとね、やっぱ違うかなっていう気がするんですよね。どうなんでしょう。まあ、タウンホール8でトラ分けしたことがまずないので、まあ、こうやってあんまり決めつけるのもよくないんですけどね。どうなる。おお、来た。いや、ありました。1ゲット。もうこの1はね、確実に。おお、結構いっぱい出ましたね。まずガーゴイルでトラップを全部吸い込んでから、次ドラゴン1体をテスラのターゲットに取ります。そして1体を2体ですね。で、ガーゴイルはもう攻撃要員ですね。ちゃんとドラゴンでターゲット取った後にガーゴイルを出してあげることで、しっかりガーゴイルの攻撃がタウンホールに向きます。ガーゴイルってね、かなり攻撃力高いんですよね、実は。ドラゴンなんかよりも体力、なんていうのかな、結構ね、攻撃力比率が高いんで、かなり使いやすいです。こんな感じでドラゴン2体とガーゴイル9体で外出しを借りました。これでね、テスラが出てきても結構安泰で取れます。で、また次の10体をセットして、ドラゴンをセットして、次の、冒険にね、旅立ちたいと思います。 OK ですね。援軍は今黒バルが入ってるんで、まあ、黒バルかレベル5のドラゴン、これが入ってるとね、かなり攻めやすくなるんで、まあ、全開を狙いに行くときはね、ちゃんと黒バルをもらうか、もしくはレベル5のドラゴンをもらうようにしています。いやいやいや、ちょっとね、ここでトロを上げときたいです、本当に。そういえば、東京ゲームショウのね、開催が近くなってきましたね。東京ゲームショウ、私もね、参加させていただくんですけれども、非常に楽しみですね。5対5のクラン対戦、あれね、参加できるのかな、参加してみたいなと思ってるんですけど、どうなんでしょう。ちょっとね、まだ公式の方と詳細の打ち合わせっていうのはまだなんですけれども、もし機会があればね、タイムアタックだったり、5対5のクラン対戦だったり、いろいろね、参加できるものは参加していきたいなと思ってるんですけれども、非常に楽しみです。皆さんね、東京ゲームショウに行きますって方いますかね。どうなんだろう。まあ、さすがに、19、20だったっけ？ 9 月の19、20だったっけ？まあなんか、日にちはね、日にち確か19、20だったと思うんですけれども、あの日に、東京ゲームショウ行くよって方はね、ぜひコメントください。で、当日にね、私に話しかけてくれれば、一緒にね、お話ししましょう。ファンの方とね、出会うってことがまずないので、楽しみですね、それも。ファンの方と交流できればなと思っております。さあ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 、まあ出てきませんね、なかなか。まあでもね、今日が特別出てこないわけではなく、やっぱりね、マスターリーグに到達したらこんなもんです。現実は甘くないですね。はい。で、私はね、動画カットしてもいいんですよ、もちろん。お、来た。しかも美味しい。トロに。テスラを確認して、テスラが出てこなかった場合はガーゴイル2体、これでタウンホール破壊です。カットしてもね、もちろんいいんですよね、動画を。カットしてもいいんですけど、私はね、皆さんにこのトロ上げの厳しさも伝えたい。リアリティを伝えたいので、
もう本当動画カットしてもいいんですよ、全然。全然いいんですけど、まあ、めんどくさいとかじゃないんで、全然。動画の編集がめんどくさいとかそういう理由じゃなくてですね、リアリティをね、伝えたいんですよ、本当に。うん、全然めんどくさいとかじゃないですから、はい。なんで、まあそういう感じでね、現実の厳しさを教えるっていう点で、私はね、動画をカットしないんですよ。どやー。どやごめんなさい、ごめんなさい。調子乗りました。という感じでね、外出し、やっぱ外出しがメインになりますよね、やっぱり。うん、外出しがメインになります、本当に。どうしてもガチ攻めってなるとね、ここのベースもガチ攻めしたら、星2つ取れそうではあるんですけどね。うん、星2つ取っても、トロ4ですかね。トロ7の場合は星2つでトロ4なんで。もうね、外出しがあって、トロ2で押さえておきましょう。で今使った分のガグオイルを補充して、次に5です。まあいかにね、なんていうのかな、まあ、いかに楽しめるかですよね。ゲームもそうですけど、いろんなことに対してそうだと思います。いかに、単調な作業を楽しむように、するか、これってね、本当になんていうのかな、ゲームだけじゃないと思うんですよ。日常生活でいろんなことがこうなんていうのかな、苦痛になりますよね。苦痛っていうかストレスに。でもそのストレスを楽しみに変えれること、ごめんなさい、大事なところで噛みました。そのストレスを楽しめる人っていうのが本当に勝ち組だと思うんですよね。例えば待ち時間とかね、例えば有名料理屋、料理店、なんかめっちゃ行列のできる料理屋さんに行きます。でそこで1時間待ちですって言われて、1時間待ってる間、その待ち時間を楽しめるかどうかって、そのもちろんその人の人格にもよると思うんですけれども、昔のね、私はね、それイラ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 してたんですよね。まだかなまだかなみたいな、あと何組待ってんのかなみたいな、数えたりね、そんなことしてたんですけど、でも待ち時間って別にそんな私が前に並んでる人の人数を数えたところで変わらないわけですよね、待ってる時間っていうのは。そういう時に私はこうクラクラを開いて、まあ、楽しむみたいな、まあ、クラクラ関係なくても、そういうなんていうのかな、みんなが苦痛としていることを楽しみに変えれる人っていうのは人生のね、本当に勝ち組だと、思い出して、そういう考え方に変わって、私はね、トロ上げも一緒だと思うんですよ。本来はただこの次を探すボタンを押して、もう本当にガチャみたいなもんですよね。他のゲームでいう。大トロが出るまでひたすら、回し続ける。次を探すボタンをひたすら押し続ける。もうそういった苦行の作業なんですけれども、それでもやっぱり大トロが出て、前回取ったり星2つ取って、トロフィー大幅にゲットした時の喜びはね、もうプライスレスだと思います。なんで、もうトロフィーも3000近いんでね、気合い入れて次を探すボタンをね、どんどん押していこうと思うんですけれども、ああ、ここはちょっとアーチャクインいるし、きつい。クロスボウもレベル3。そうなんですよ。そういうことなんですよ、本当に。まあね。結構ね、この動画を見てくださってる、まあ、中高生の皆さんにね、言いたいんですけど、まあ、人生の、まあ、僕がね、まだ若造なんで、その人生を語るっていうのはまだまだ早いんですけれども、まあ、中高生に向けて、起きた中高生に向けて言いたいのは、あー、しまった。ガゴイル一体ミスった。やっぱね、人生っていうのは楽しんだもん勝ちだと思うんですよね。その、どんな仕事に就くにしろ。やっぱり自分のいる環境っていうのを嘆くんではなくね、楽しんでほしいなと、純粋に思います。うん、過去の自分にも言ってあげたいですね。よっしゃ、これトロさん美味しいな。今日はなんか、人生語ることが多いんですけど、何体セットすればいいんだ。14体。いや、このね、ドズ2の動画もう11本目ですよ。もう11本目。ここまでね、なんていうのかな、1から11まで全部見てくれたって人いますかね。
もう最初から最後までちゃんと全部見てますみたいな方いらっしゃいますかね。いやもうその人たちにはねもう感謝しきれないです。私のね本当になんていうのかな、何の身のないね、雑談をひたすら聞いてくれてるもうファンの方にはねもう頭が上がらないです。実際この動画なんて20分話しててクラクラ要素ほとんどゼロですからね。外出しを3回買っただけっていう、もう内容は本当にクソな動画なんですけれども、それでも見てくれている人がいるっていうのはもう素晴らしいです。もう感謝というか尊敬に値しますね本当に。そんな人のためにも自分のためにも、もうチャンプに行く、それをね目標に頑張っていきたいなと思います。まあ、応援してくれてる方もいますしね本当に。にしてもやっぱトロフィーが厳しいな、厳しい。まあ、さっき、外出しで9がゲットでき、外出しでトロフィー9、前回9だったんで3つトロフィー3つゲットできたんで、やっぱああいうベースを、まあ、ひたすら見つけていく感じですね。トロ1だとね結構厳しいんで、トロ3だとね美味しいです。やっぱマスターの上の方になってくるともっと厳しくなってくるんでしょうかね。これ以上厳しくなったら本当にギブしそう、ギブアップしそうになる。あとでも200、あと200ちょっとだからね。200回外出しかればいいんですよ、簡単な話。200回、あーでもあれか、強制オフラインとか普通に落ちちゃった時にマイナス食らうんで、まあでもあと多分500回外出し見つければ間違いなくチャンプいきますね。あと500外出しを見つけていく、そういうスタイルで、そういう気持ちでね行きたいと思います。やっぱ大トロばっか望んでると大トロなかなか来ないからこうイライラしちゃうんで、もう外出しを500回買っていくスタイル、そのつもりでね、サーチしていって、たまに大トロが出てくれるとね本当に嬉しいなという感じで。大トロって皆さん分かりますよね。トロフィーがめちゃくちゃ多いベースっていうか、トロフィーがめちゃくちゃ多い敵が出たら大トロっていう、なんかまあ俗語ですよね。寿司のね高級寿司ネタの、大トロと、まあ、トロフィーをかけて、まあ、大トロみたいな感じで皆さん言ってると思います。いやそれにしてもね、最近結構日本の方から攻められたりもするんですよね。そのドズルドズツ含めて結構日本の方と出会うことが多くなりました。皆さんぜひね、ドズツもし見つけたらもうバーバリアン1体出してね挨拶してくれて全然構いません。もう本当になんかこの前ね、誰かがこうドズルさんのベース見つけましたみたいな感じで、検索画面でスクショを撮って、まあ、ツイッターで送ってくれたんですけど、全然もう全然挨拶代わりにねバーバリアンでちょっかい出してくれていいんで、全然もうバーバリアン一体で全然いいんで、はい、全然その勝利とかしなくてもね、うん、バーバリアン一体出してくれれば非常に嬉しいんで、はい、そんな感じでお願いしますということで、あーこれ悩むな。これでもねタウンホール破壊しても1なんですよね。トロフィー5ゲットなんで1なんですよ、星1ゲットしても。なんで次いきます。ちょっと今のテスラ出てきたらドラゴン結構使えそうですしね。よし、ちょっとドラゴンラッシュしてきたくなったな。なんか外出し狩りだけだとね精神を病みますね本当に。そのクラクラしているっていう実感が薄れてきました。なかなかもう時間も23分、なかなかですね、なかなかいい時間になってきましたね。12、いやーでもちょっと強すぎる。やっぱり空攻めの時は、その陸攻めの時はね結構壁のレベルっていうのが一番最初に目に入ってくると思うんですけど、空攻めしてる時は一番最初に見るのはやっぱり対空砲のレベルですね。対空砲のレベルが、まあ、7だったらもう即スルーでいいと思います。負ける可能性がかなり高くなるんでね、配置があまりに偏ってない限りは。でレベル6だった時にアーチャークイーンとクロスボウを確認してって感じですかね。流れとしては、目の追い方としては、まあ、トロ上げなんてね、人によって上げ方全然違うと思うんですけれども、タウンホール7だったらもうこれしかないですもんね、実際のところ。
外出し狩りをひたすらしつつ、まあ、前回を狙える編成って言ったら、もうドラゴンプラスガーゴイルが一番もう効率がいいと思います、本当に。アーチャーを昔混ぜてたんですけど、アーチャー混ぜると、こう、調整が難しいんですよ。もうひたすらドラゴンはドラゴンでも作ってて、で、外出しはもうガーゴイルでやるっていうのが一番ね、多分、その、効率はいいです、本当に。私も資源がね、全く、もう使うものがないので、資源溜まりっぱなしなので、もうそのスタイルでいきます。バーバリアンキングがね、レベル5になってくれたおかげで、かなりそこら辺はいいですね。その削りであと 5% 足りないみたいな時に、そのバーバリアンキングがね、あの削ってくれるんで、最後に。自己確率が少し下がりましたね。バーバリアンキングいない時は、さすがにちょっとね、あの対抗レベル6も怖かったんですけど、いやはや出ない。ここまで出ないときついですね。まあ最近ね、いろんなイベントがありますよね、クラクラの。お、36。いやー、これはもう安定するようなベースだと思うんですけど、星1狙えるかな。ちょっと考えさせてくださいね、これは。いやでもエアスイーパーの位置もね、優秀ですね。これ左下は多分削れなくて、アチャクイもいますし、右下の削りもそんな大きくできなくて、で上の削りもきつそうですね。あの対空砲の位置的にもちょっと今のはスルーさせていただきます。もうちょっと対空砲がね、あの偏っていれば今の行ったんですけれども、よし外だし、ちょっと今のはねきつすぎました。いやもうこう地道にね、あの冒険せずに行くっていうのが非常に大事なんです。あのチキンに移るかもしれないんですけれども、トロ上げってね、慎重さがかなり重要なんですよね。いくらサーチして美味しいトロフィーゲットしても、その失敗するとね、かなり痛いんですよ、本当に。失敗すると本当にマイナス30とか行かれますからね。マイナス30とか行かれた日にはもう携帯投げますよね、本当に。投げて画面割れますよね。画面割れて修理出して3日間クラクラできませんよね。そうするともうトロフィー大ごとなんで、そうなるともうやばいんで、なんでやっぱり慎重に行きたいですね、携帯投げないためにも。なんかドズ2のコーナー結構一人で長時間喋るんで、こういうつまらないこと言いたくなるんですよ、本当に。すいません、つまらないこと言いたくなるんですよ。そこはね、あのドズルさんまたつまんねえこと言ってんなーで流していただきたい、本当に。うん、言いたくなるんですよ、本当に。一人でずっとやってると。よし来た、ここ行こう、ここは行こう。さすがに22で星2つ狙いだと、星2つで多分10ちょっとゲットできるんで、ここは行きます。クロスボウがどっちも空なんで嫌ですね。うまく黒バルをね、黒バルは左上から行きます。黒バル左上から、こっちはドラゴンで絶対処理しないといけない。よし、どうや。あーやばい。よし、いいよ、悪くない、悪くないよ。あー、エアスイーパーが嫌な、嫌な方角からエアスイーパー打ってくるな、お前。ここをこうして、頃合いを見て、いやちょっとウィザーでやめてよ、ドラゴン一気焼き戦でよ。よし、どうや、これでタウンホール破壊はできますかね。どうでしょう。対空砲行けよ、対空砲行けよ。よし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 、これで多分星2ついけ、あーいけないか、ドラゴン溶けちゃった。いやこれもしかしてやばいやつ、これ絶対50パーいかないといけないやつですね。これガーゴイルかなり重要ですよ。
アーチャータワーから絶対届かない、ここ。あ、届くか、やばい、届いた。あと6発、あと6発、慎重に行こう。ここは絶対いけるだろう。ここはいけた。でスケトラが出てくるとね、また厄介なんですよね。今 45%、 ここもいけるだろう絶対。よし、 47% 今。よし、バーバリアンキングが残ってるんで、あとのところバーバリアンキングで行きたいんですけど、絶対事故らない場所がいいですよね。ここから、この金庫から行きたいと思います。この金庫から行って、アーチャータワーのターゲットを取ったところで、いやー悩むな。時間がない、時間がない。行こう。ガーゴイルも行ったし。これで多分行けるだろう、間違いなく。49、よし、行けた。いやー危ない、危なかった、今。本当に。危なかったですね、結構。タウンホールが破壊できなかったんで、まあ、それでもね、7ゲットできたんで、美味しいですね。いや、惜しかったな、惜しかった、惜しかった。テスラが一気に中央で出てきて、ドラゴンが焼かれちゃいましたね。お、来た！え？ 3000 来た！あ、意識してませんでした。3000来ました。達成。この目標、この動画の目標達成いたしました。いきますよ、押しますよ。押しますよって、噛んだ噛んだ。押します。やったー、やったー、マスター1、マスター1、あと200を切りました。198、あと198でジャンプです。あと198でジャンプ。いやー、これは恐ろしいぞ、恐ろしいぐらいこれは興奮してきました。いや、今なんか変な汗かいてますもんね、本当に恐ろしすぎて。ということで、まあ、一応セットしときますか、次に向けて。いや、ちょっとね、こっからはね、失敗ゼロでいきたいと思います。今のところですね、失敗はね、ずっとしてないんですよ、本当に。失敗なしでずっと来てるんで、このまま失敗なしで。で、あわよくばね、防衛もね、今いい感じで来てるんですよ。マイナス30とか食らってないんで、一昨日食らったか。一昨日マイナス30くらった、28くらったんですけど、まあまあいい感じにね、防衛も来てるんで、まあ、このままね、こっそりっていうか、まあ、じっくりっていうか、なんていう言葉がぴったりだろう。まあ、堅実に3200到達したいと思います。よし、3000いった。では、これが11でしょ、パート11。ということは、パート15以内には必ずチャンプいけますね。ここからどういう地獄が待っているか分かりませんが、私ね、屈しません。頑張ります。ということで応援よろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。